伊ス津イスズは、大日本帝国海軍の軽巡洋艦。長領系の二番艦である。その艦名は、三重県伊勢市を流れる伊ス津川より名付けられた。完成時は高速軽巡洋艦として、水雷戦隊の機関に適した優秀な艦であり、歴代艦長からは、堀帝吉、山本五十六、山口多門、松永正志、高須四郎など後に著名になった。 指揮官も排出した。伊子図は、大正年間に多数建造された五千五百トン型軽巡洋艦の、長良型の一艦として、1 9 2三年、大正十二年に完成した。全力子試運転中の六月十日、漁船と衝突事故を起こした。1 9 3七年、昭和十二年八月二十一日、伊子図は、一二三四。E 以後、威六、戦艦長と、道の区、春が、霧島と共に、多戸津港を出港し、長江川口沿岸で23日まで、作戦行動を行う。1940年、昭和15年10月11日、横浜港域で行われた、紀元2600年特別観艦,艦式に参加。太平洋戦争開戦時にはすでに旧式化しつつ、あったが、 海戦壁頭の香港攻略戦に参加した。1942年、昭和17年4月10日、第二、南図海艦隊第16戦隊に編入後は、小寸田列島攻略戦などを小規模作戦に従事する。しかし、ソロモン諸島方面でのアメリカ軍の反抗作戦が始まり、イ須ズも急遽ソロモン方面に進出。臨時に第二水雷戦隊のとなり、 南太平洋海戦と第三次ソロモン海戦に参加。校舎では一時航行不能に陥る損害をこむった。損傷復旧以後は輸送や救援活動に従事。1943年昭和18年12月5日、ルオットでアメリカ機動部隊の空襲を受け損傷し、日本に帰還。その頃、対空砲火の増強策の一環として5500トン型経順の 手法、すべて八十九式十二センチメートル七広角に、乾燥することになり、一機のみを乾燥した艦は、すでにあった、その第一弾として、損傷復旧中の椅子の手法七門をすべて撤去の、上、連装広角砲三機六門に乾燥した。選局の悪化により、椅子に続く艦は出現せず、似たような例としては、不説艦、常板、九一等巡洋艦があった。 結果的に、イスズのみが5500トン型軽巡の中で異彩を放つこととなった。この階層では、対空装備の他対戦装備も増備された。同時期、日本海軍は、対戦相当機動部隊の第31戦隊を編成しようとしており、当初予定されていた軽巡ナトリに代わって、機関として入りされた。イスズが、対戦相当部隊に編入されたのは、ナトリより、 電波兵器や対戦兵器が充実していたからであった。1944年、昭和19年9月14日に改装を終えた、イ須ズは対戦相当に従事することなく、第一機動艦隊司令長官、小沢寺三郎中将式の第三艦隊の一員として、冷凍沖海戦に投入された。これは、機動部隊の前衛を担うはずだった第二遊撃部隊、指揮官、 島清秀第五艦隊司令長官を台湾沖航空船の残敵総統に投入したため、機動部隊の名を得が不足したための臨時措置である。レ手沖海戦沿和の三崎沖海戦において、敵13機、内4機は、不確実撃墜を報告している。実戦か不明。この戦闘で、小沢機動部隊本隊は、空母四隻、隋閣、隋鳳、千歳、千代田、軽巡一隻、 玉、駆逐艦二隻、秋月、諸月を喪失した。小沢機動部隊の残存部隊、日向、小沢中将座城、伊勢、大淀、伊鈴、若月、下月、桑、薪、牧、霧。次は27日に、奄美大島に立ち寄り、ここで二隻、大淀、若月は、内地に戻らず、マニラに向かった。伊鈴は10月29日に、呉に帰着、修理を行った。 まもなく、第一機動艦隊及び、第三艦隊は、解体された。当時、冷手島では上陸してきた、連合軍と日本軍守備隊の間で激戦が繰り広げられており、冷手島の戦い、日本軍は、冷手島増援輸送作戦を多合作戦と呼称して、多数の水上部隊を入りしていた。11月11日、多作戦第輸送部隊は、島、 オルモック湾で、米軍機動部隊艦載機多数の襲撃を受けて、駆逐艦朝島を残して、全滅、機関島風沈没時に、第二水雷戦隊司令官、早川三清少将も戦死した。日本海軍は十一月十五日府で、戦時編成の改定を行い、第十戦隊を解体して第一水雷戦隊と、第二水雷戦隊を増強していたが、この事態を受けて第一水雷戦隊、 第5艦隊所属と第2水雷戦、第2艦隊所属を統合。第1水雷戦隊を第2水雷戦隊に転用する形で、一水戦司令官、木村正富少将が第2水雷戦隊司令官に捕食された。このため、第31戦隊派本月8月、対戦作戦専務部隊として編成せられ築地、造成、せられまして艦もなく竹9駆築艦14隻。 解剖艦級席、航空隊一体となる予定で、ございますが脳第一水雷戦隊の補充兵力と、松室島し,して第五艦隊に、編入士として非等相当内の対戦作戦並みに、霊テ方面の輸送護衛作戦に重騰せしむることと、松室旅と、ありじます、昭和19年11月14、大川小四郎軍令部総長の総上よりという、方針で、第31戦隊、 機関、伊すずは、第5艦隊、司令長官、島清秀中将を、機関、足柄に編入された。上記の戦時編成改定が実施される前の11月5日、豊田祖江連合艦隊司令長官は、第31戦隊、伊すず、梅、桃、霧に、マニラ方面輸送任務を命じ、さらに、松形二席、桑、杉と共に、 南西方面部隊の指揮下に入り多合作戦に従事するよう命じた GF 伝令作第515号。11月9日、第31戦隊は第4航空戦隊、日向、伊勢と共に佐世保出撃。14日、31戦隊は宝庫列島マコウ市を出発してマニラに向かった。11月19日、イスズはコレヒドール島沖で 米潜水艦兵区の魚雷を完備に受け、火事を流されるなど大破した。駆逐艦桃の護衛により、シンガポールに被災した。第31戦隊司令部は、秋月型駆逐艦、下月に機関を変更し、桃と共に、シンガポールを出撃した。だが11月25日、米潜水艦により、下月は撃沈され、沈没時に、江戸平太郎少将を含め、 第31戦隊司令部は全滅した。新任の第31戦隊司令官は鶴岡信道少将。新編第31司令部は12月22日にマニラへ進出したが、イスズに上官することはなかった。イスズは、スラバヤで修理を行う。1945年昭和20年2月5日、大本営海軍部は第五艦隊を解体。 同日府で、第10方面艦隊、司令長官、福留茂中将を編成し、第5戦隊、羽黒、足柄、大淀、第4航空戦隊、日向、伊勢を編入。第5艦隊所属だった第31戦隊を、戦時編成において、連合艦隊付属とした。さらに、連合艦隊は、兵力部署において、第31戦隊を、 高尾警備部,部隊に編入した。第31戦隊司令部は2月24日に台湾高尾市を出発28日に栗駅東市松形区区間、竹尾区間とした。スラバヤで修理中の伊須津は2月13日に3月下旬修理完成と内地開港の指示を大本営海軍部、軍令部に求めた。軍令部は伊須津を 第10方面艦隊の任務に用いることを予定しいた。3月15日、日本海軍は第31戦隊を第2艦隊、司令長官、伊藤誠一中将、機関、ヤマトに編入し、31戦隊の機関に秋月が宅地区間、過月を当てた。3月25日、イスズは第31戦隊から除かれ、第10方面艦隊付属となった。 1945年、昭和20年4月1日、椅スズの修理は完成。椅スズは即座に、ティモール島をはじめとするスンダレッドを所在の陸軍部隊を撤退させる2号作戦に投入された。4月4日に水雷艇記事、総海艇2隻と共に、スラバヤを出撃。途中米英潜水艦に狙われるも、無事にティモール島、クーパンに入港し、 第48師団の将兵を収容。4月5日夜にクーパンを離れてキロに着いたが4月6日には、オーストラリア空軍の爆撃機により2回の攻撃を受ける。これに対して、付近に展開していた日本陸軍航空部隊第17、連戦飛行隊の指揮戦、春が、揚撃、第1波の B-2520 機、第18、第2飛行隊が爆撃を行うも、 春2機が妨害し官邸に損害はなかった。20分後、第2波攻撃に B-249 機、第21、第24飛行隊が来襲する増援2機を含む春4機は爆撃を妨害しつつ、B-242 機、マクドナルド隊域、フォード中域を確実撃墜、実戦化確実。官邸の損害は、 イスズが資金弾2発により火事が故障したほか、艦首に不発の爆弾1発が命中、春は1機が、被弾のみで全機が帰還している。なお、撃墜され落下,散降下した B-24 上位にイスズは、機銃装射を行い、春は、後に飛来した、カタリナ1機、第112海南救助飛行隊、バルマン隊域を、さらに撃墜している。続いて、 潜水艦による攻撃があり、第12号総海艇が撃沈されたが、イスズは、スンバワ島のビマに入港、そこで第48師団将兵を下ろして、第46師団将兵を乗せた。4月7日、早朝、ビマを出港したイスズは、スンバワ島北方において、米潜水艦がビランから1本、チャーから3本の魚雷を受け8時46分頃に沈没した。 艦長以下450人が救助され、190人及び便乗した陸軍将兵、人数不明が戦死した。大和などが棒の岬沖海戦で撃沈される約半日前のことであった。結局、伊須津が大戦相当に従事することはなかった。伊須津は同年6月20日をもって除籍された。 1944年の改装では96式 25mm、連装機銃2機という対空兵装から、前日のように89式 12.7cm、連装広角砲3機6門、96式25、立方ミリメートル連装機銃11機、単装 25mm 機銃5機、単装 13mm 機銃8機と、対空兵装が増備され、 対空能力が飛躍的に向上した。また、電波兵器も21号電探対空用が環境上に22号電探耐水場用と13号電探対空用が後部マスと装備され、残っている写真から13号電探の装備は、冷手置き回線には間に合わず回線後に装備されたと考えられる、対戦兵器も水中超音機や爆雷投射機など、 新式のものが装備された。なお、低下した水上戦闘能力を補うために、後部の2機の8年式連装魚雷発射艦が92式4連装魚雷発射艦への転換も行われ、これにより酸素魚雷の発射能力を得た。全部の2機の発射艦は撤去されて、ウェルデッキは廃止され、兵員室に当てられた。 ながら型の建造時には未だ射出機が実用化されておらず、搭載機は事故のエンジンによるプロペラ加速と艦の速力によって発生する合成風力によって滑走台から発艦する必要があった。海軍では5500トン型軽巡閣艦を用いて様々な方式の射出機の試作、実験を行っており、椅子図においてもその実験の経歴がある。 1929年3月、伊須津の滑走台に、茅場式開発促進装置、カタパルトの試作機が取り付けられ、初の射出実験に成功した。茅場式開発促進装置は、スプリングの力により加速をつける方式の出端であった。茅場式開発促進装置は、同年4月には、伊須津から由らに移設され、由らにて約4年間の長期実験が行われたが、 火薬式射出器の実用化に伴い撤去されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。